どうもグリです。トレクルやっていきましょうか。ということで今回はですね、決戦ゼファーの3代目を作ろうかなと思っております。で、周回してきました。でですね、1代目とりあえず船長効果無効と封じがついております。で、これが1代目初めて作ったやつですね。で、2代目これが、必殺技ターン短縮とスロット持続成立上昇で、もう1体は今回ね、今後の新しい特訓の森とかに備えて、まあ、マップダメージとか来るかなと思ってるんで、まあ、マップダメージ耐性とあとは毎ターン回復をつけようかなと思っております。で、今回ね、今ね65体こんな感じで集めてきました。で、これをね入れながら必殺技レベル期間なんでね、2倍期間なんでね、これ65でマックスになるでしょうということで集めてきました。まあ、早速ね、バシバシ入れて、あ、これじゃないや、ちょっと間違えちゃった。早速ね、バシバシ入れていきたいと思います。で、レベル1の状態にしといたんですよ、一応。まあ、どのぐらい65体入れて上がるのかと。じゃあ最初の5体ね、いってみましょうか。早速、いや頼む、これ大事、頼むよ。まあ、2倍期間なんで1は上がるでしょう。うん、はい、スキップ。むむむ。これまあ解放がね、解放がとりあえず1ね、毎ターン回復1ね。いやー、マジか。いや、まあでもとりあえず10冊目というか10体目いきましょう。ドンドン、はい、スキップ、同キャラボーナス、ドン。おっ、んこちょっと待って、これは闇か、闇なのか。うっす、マジか。10体入れて必殺技レベル0、毎ターン回復1。すごいな、これまだ大丈夫だよね。大丈夫でしょう。15体行こう。まあ、ちょっとどんどん行きましょうか。バシバシね。頼む、お願いします、お願い。ここ上がってくれなかったら俺はもうよし、1位とりあえず1位。はい、2位、いいよ、そのままよし、いいよ、3、いいよ。さすが、やっとこの2倍期間の恩恵をね受けられた。これ解放もマップダメージがきて、オッケー、1個ずつ、よし、オッケー、大丈夫、毎ターン回復、マップダメージ再生ね、オッケー、いいんじゃない。今のところダメか、今のところダメだな。もうちょっと上がってくれないとやばい。ドン、あ、でも結構レベル上がってきてるね。もう46 47か。はい、1位、はい、オッケー。もう、日本、これさ、待って。え、2倍だよね、今。2倍だったよね。あ、そうだよね。解放、いや、これ、普通に封じとか、あ、船長効果無効とか、いつも来ないのにね。まず、あ、やっぱり、物欲ってやつ。よし、バシバシ行こう。ドン、頼む、お願い。マジでお願い。よし、もう、必殺技レベルは上がんないけど、上がった今、あ、見てなかった今。そして解放が闇だ。これやばくない？今見てなかった画面。いや、マジか、こんな辛いことある。え、必殺技レベル2倍期間だよね今。嘘だろ、これ等倍の方がむしろ上がってる。よし、来た、よし、はい、もう一丁、はい、素晴らしい、オッケー。まあ5体で2だから、まあいいでしょう。おし、マップダメージ2つ、毎ターン回復つかないな。いや、いつもね結構毎ターン回復とかマップダメージ耐性って結構来るんですけどね、やっぱ結構減ってきたね、だいぶやばいな。頼む、上がってくれ。いや、これね、必殺技レベルはマックスになってほしい、さすがに2倍期間だから。よし、上がった、1。辛いな、
で、ちょっと全然関係ない話しようか。あ、マイタンカラフ来た。よし、オッケー。全然関係ない話していいですか。じゃあ、ちょっとポンポンポンって入れながらね。はい。25日ね、コロシアム、新しく、ホーキンスとかのやつが来るんでね、放送しようと思ってます。ぜひね、はい、開始と同時に、よし、来たー。しゃー、ほら、来た、ほら。やっぱ関係ない話、うわ、来た、ほら。関係ない話からの上げ、やばくない？やばくない？今の。やっぱこれは上がる説あるね。関係ない話からの毎ターン回復。よし、素晴らしい。よし、来てる。後半の追い上げ。そう。それでね、25日ね、放送をしようと思っております。ぜひね、みんなで攻略しましょうということで、開始と同時にやろうと思ってますんで、はい、25日の、何時からだっけな、ちょっと確認して、今多分テロップ、よし、来た、出た、ほら来た、ほら来た。2上がり。3はない。はい、2上がり。でもいい。やっぱ、いいな、これ。やっぱ、上がれ上がれって思ってるとダメなんだね。今ちょっとね、思ったもん。だって解放上がってくれって思ったから上がんなかったでしょ、今。そういうことだ。そう。テロップさっき出てたと思うんですけど、やるんでね、ぜひ遊びに来てください。まあ、コロシアム、まあ、結構強いんですよね、でも。そう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 。なんで。まあ、辛い。辛い。これは辛い。あ、で、一応じゃあ、この毎ターン回復とマップダメージ。を作る理由をちょっとお話しすると、国イエスパーティーで、そう、使いたいっていう感じなんですよ。まあ、使いたいというか、まあ、今、欲が出た。今、欲が出た。ちょっと待って。そうそう、国イエスのパーティーで、結構、その封じとかが、だいぶ多くなったんで、まあ、溢れちゃうんですよね、結構。なので、もう無駄なく解放したいっていうのと、まあさ、最初言った、その、特訓の森でマップダメージとか来た時に、その対応ですね、のために作ってます。まあ、最後に、ちょっとパーティーをね、ちょっとだけご紹介しようかなと。はがんないのかい。マジか。おう、マップダメージ来た。毎ターン回復、これで終わったでしょ。よし。あと1。あと1。解放が先に終わる？もしかして。ラストか、これ。あと1だよね、確か。必殺技レベルが15でマックスだったはず。これは、まさか、ちょうどぴったりなやつ？やつ。やつ！もう終わんねえか。ちょっともうこれは、すいません。ちょっと取り、行ってきます。すぐに。じゃあ解放も終わんねえし。マジか。あと1ずつなのに、マジか。ちょっと10体ぐらい集めて、また、戻ってきましょうか、じゃあ。そうしよう。これ、早送りしなくても大丈夫かな、とりあえずは。だね。ということで、まあ、こんな感じです。あと1ずつなので、ちょっと集めてきます。行きましょう。レッツゴー。はい。ということで、集めてまいりました。あと1ずつなので、先ほど言った、10体ずつじゃないや。10体ね、集めてきました。もうこれで終わってくれないともう、やばいね。これ多分70体目かな。さっき65体いたんで。いけ！頼む、上がって、あと1。嘘。嘘だろ、マジか。こんな上がんない？おお、でも、マップダメージきた。終わった。解放は終わった。よし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 。あと1、あと1、あと1、あと1。頼む、お願いします。OK、解放は終了。あと1、頼む。お願いします。お願いします。マジで。マジでお願いします。これはお願いします。お願いします。お願いします。ほい。よし！終わった。いや、なんとか終わった。マジで。いや、よかったー、マジ。もう、解放はね、全然、もういいんでね。はい。大丈夫ですよ。はい。いやー、でもよかったー、マジで。よくないか。2倍期間で70体って、75体か。で終わる。結構きついかったのかな。当倍じゃないからね、今ね。言うてね。まあでも、とりあえずこれで3体が、
完成しました。1体目が封じ船長効果無効、はい、で、2体目必殺技短縮ジスローで毎ターン回復マップダメージと、はい、まあ、これがね輝く日が来てくれればなと思っております。で一応パーティーね、そうだ、言ってたやつ、ちょっとご紹介すると、これ今回の新しいゼファーを入れた場合のやつですね。で、ヘラクレスを、また新しいヘラクレスを作れば、望んだね、解放されるちょっとよくわかんない。エスパが作れるんですけど、今この状態で作ったやつ、今ね、毎ターン回復レベル2とマップダメージが5ついてて、ヘラクレスに毎ターン回復5、マップダメージ5つけるとマップダメージを 50% 減してさらに毎ターン回復3ついてで、封じ船長効果無効とかがあとジスロか今ジスロが確かついてたんですけどそうそうそこはもうフレンドさんの船長フレンドさんに託そうとそこの5の部分がねラストそうするとぴったり20であやっぱジスロですねジスロ封じそう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 。で、これを捨てて、毎ターン回復、ちょっと自分で何言ってるか分かんなくなっちゃう。そうなんですよ。ヘラクレスのところに、そう、ジスローじゃなくて、毎ターン回復とマップ耐性か。そう、あと1個はちょっと悩みどころ。必殺ターン短縮でもいいし、みたいな。で、2体目作れば、そう、完璧なエースパーが作れるんじゃないかなと思って、まあ、今回、このゼファー。作りました。いやーでもよかった今よ、うん、さっきも言ったけどあんまりよくはなかったな、うん、ということでねまあちょっと減少的な感じですね。レベルは一応75まで上がりました。仮面とか入れてないんで単純に75体入れて75おすごくないこれレベル1から75体入れて75まで上がるっていうあすごくない別にこれあそういうことですねということで最後までご視聴ありがとうございました。まあいろんな動画上げてますので、ぜひ他の動画もご視聴よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。グリでした。バイバイ。またね。はい、どうもグリです。ご視聴ありがとうございました。これからもどんどん新しい動画ですね、上げていきたいと思っておりますので、どうかチャンネル登録をお願いします。パソコンの方はですね、動画内チャンネル登録の吹き出しをクリックしていただいてスマートフォンの方は、動画の下にですねチャンネル登録ボタンがありますのでそちらをクリックしていただくとチャンネル登録ができます。もしよろしければポチッとお願いいたします。そのポチッとがね動画を上げる糧になりますのでどうかよろしくお願いします。それではグリでした。バイバイ。またね。